宝石、時計回りダイヤモンド、合成サファイア、ルビー、エメラルドとアメシスト宝石とは、希少性が高く美しい外観を有する固形物のこと。一般的に外観が美しく、アクセサリーなどに使用される鉱物をう。主に天然鉱物としての無機物結晶を指すが、ラピスラズリ、ガーネットのような数種の無機物の雇用体、オパール、黒曜石、モルダバイトのような飛翔室。 サンゴや真珠、琥珀のような生物に起源するもの、キュービックジルコニアのような人工合成物質など様々である。イニシエの中華文明圏では価値のある石を玉と呼んだが、一透明、あるいは半透明のものだけが珍重され、その中でも翡翠が代表的だった。透明なものは玉として扱われず、石の扱いであった。例えばダイヤモンドを表す漢語は混合石であり、 玉ではない。一方で、西洋を含む、非中華文明圏では、ダイヤモンドに代表される透明な鉱物が、宝石として特に珍重された。宝石としての必須条件は、何よりその外観が、美しいこと、次に稀にしか算しないことであるが、第3の重要な条件として、耐久性、とりわけ高度が高いことが挙げられる。これは、高度が低い鉱物の場合、 時と共に砂ぼこりによる摩擦風化、劣化のために表面が傷ついたりファセットの量が丸みを帯びたりして干渉価値が失われてしまうためである。例としてダイヤモンドはモースコード10、ルビーサファイアはモースコード9である。石英のモースコードは7であり、これらの宝石のコードは石英のそれより高いことに注意されたい。例外的にコードが7以下であってもオパール、真珠。 サンゴなどは、その美しさと希少性から宝石として扱われる。高度以外の耐久性の条件としては、衝撃により破壊されないこと、ある程度の耐火耐熱性があること、酸、アルカリといった化学薬品に侵されないこと、経年変化により変色、退職しないことなどが挙げられる。その他、大きさ、色彩、透明度などの干渉的価値、知名度などの財産的価値といった、 所有の欲求を満たす性質が重要である。ただし、宝石という扱いを受けても、知名度があまり高くない石は、収集家やマニア向けの珍品一品、いわゆるコレクターズアイテムの位置に止まり、見た目の美しさと希少性だけが取り上げられ、その他の条件については、かなり緩くなっている場合が多い。この手の石には、モースコードから5などといった、傷つきやすい石、空気中の湿気を吸い取ったり、 酸化が進んで変質する石、紫外線を吸収して自然と退色する石、1カラットに満たない小さな、それしか取れない石、果てはお湯をかけるだけで溶けてしまう石などがあり、当然取り扱いには注意を要する。知名度が高い石であっても取り扱いに注意を要する石もある。例を挙げると、オパールやトルコ石は石内部に水を含んでいるため乾燥により割れたり、 オパールの場合その一大特徴である、夕食効果が消失することもある。サンゴや真珠は酸には極端に弱く、レモン汁や食図が付着しただけで変色する。琥珀は高温に弱くすぐ溶ける。エメラルドは内部に無数の傷を抱えているので、とりわけ衝撃には弱く大変割れやすい。鉱物の中で金属に当たり、 希少性が高く化学反応や風化などによる経年変化が著しく低い鉱物を貴金属といい、金、プラチナなどが該当する。したがって材質のみから資産価値を定めた場合、換金性、実用用途に関しては貴金属の方が宝石より、おおよその場合優れている。貴金属、とりわけ金は価格算定の根拠となる世界的に通用する評価基準が決められており、 相場や市場が整備され、さらに金本位制という経済制度によって、各国通貨の貨幣価値を超国家規模で並列化していることに対し、宝石はダイヤモンドこそ、国際的な評価基準ルールや市場、相場が定められているものの、それ以外は、どの宝石も、その評価基準は厳密ではなく、国や民族によっても大きく異なっている。具体的には、翡翠は、 東アジアの国々では高く評価されるが、欧米での評価はそれほどでもない。逆に真珠のように日本国内よりも海外の方が高額で取引される宝石も存在する。誕生石が国によって異なるのもその辺の事情を物語っている。一見貴金属並みの資産価値が確立されているように思えるダイヤモンドも、材質上の理由から火災などの高温環境に さらされると損傷を受け、資産価値が損なわれる可能性があるため、純資産として永続的に保有し続けるには難がある。ただし、特定の宝石は、ホープダイヤモンドやコイヌール、インドの星のように、その歴史的経緯や由来により、動産や美術、博物収集品として、品質以上の価値を持つことがままある。上記のように資産性においては、 宝石は貴金属より安定しないものの、貴金属が宝石向け以外にも、金属特有の優れた電気伝導性、白に代表されるように著しい電園性を生かした、加工、大酸化、還元性を生かした工業用途でただ用いられるように、宝石も、また人工生産により安定供給されるものを含め、工業用製品の材料として用いられている。例えばダイヤモンドは研磨剤。 ボーリングマシンのロッド、切削加工工具などに使用され、サファイアは、レコードバリア、高級腕時計の風防、クロマトグラフのプランジャー、精密機器基板、ルビーは、機械式時計の軸受けやレーザー発信媒質、ガーネットは、ルビー同様のレーザー発信媒質及び紙ヤスリの、トリュー、水晶は、水晶振動子や各種石英製品、真珠は、漢方薬と個々の性質を活かして、 多様に用いられている。宝石の名称は、地名やギリシャ語から名付けられることが多い。特に古くから宝石として扱われてきたものには、ルビーとサファイア、エメラルドとアクアマリンのように無機物としての蘇生は、同一だが、微量に混入する、不純物により色が変わると、名称も変わるものがある。中でも水晶を代表とする二酸化系素を蘇生とする、ものは、その結晶型や摩擦、 色や外観が異なるだけで、石英、水晶、アメシスト、シトリン、玉髄、メノー、ジャスパー、カーネリアン、クリソブレーズ、アベンチュリンなど様々な名称で呼ばれている。また、近年宝石として評価されるようになった新発見の鉱物に関しては、ゾイサイトやスギライトなど発見者や研究者の名に由来するものが多い。表面を研磨した。 カット前の様々な宝石や鉱物。左上から右へ、ターコイズ、ヘマタイト、クリソコラ、タイガーズワイ。二段目は、水晶、トルマリン、カーネリアン、パイライト、スギライト。三段目は、マラカイト、ローズクオーツ、スノーフレークオブシディアン、ルビー、ボスアゲート。四段目は、ジャスパー、アメシスト、ブルーレース、ラピスラズリ。生の宝石。宝石の話では、宝石は、 約70種ほどあるとされるが、よく知られた宝石は20種程度であると記述される。観光後に発見されたものも含め、ウィキペディア日本語版では110種余りの資料を宝石として取り扱っている。詳細については、奇跡を参照価値の高い石を奇跡とし、やや価値の低い石を半奇跡、もっと低い石を飾り石とする。奇跡を宝石と呼ぶことがあるが、 その場合、半奇跡は、奇跡と言い換えられる、鉱物結晶元素鉱物ダイヤモンド C、イオーエス実質ダイヤモンドのみで、イオーは、硬度が低いため、コレクターズアイテムとしてしか扱われない、硫化鉱物、白鉄鉱、鉱鉄鉱ともに、フェスニ、王道鉱、空布スニなど、ビクトリア朝のイギリスなどでは多用されたが、時間とともに、空中の湿気と反応して硫酸が染み出る欠点がある。 現在では、鉱物収集家のコレクターズアイテムとして扱われ、宝石として扱われることは、ほぼない。酸化鉱物石英塩に、スピネルマゲル 2O4、コランダム AL2O3 など、計算塩鉱物とともに、多くの種が含まれる。計算塩鉱物、緑中石 BE3AL2SI6O18、ジルコンズチオ4など、よく知られた宝石は、これか。 酸化鉱物のいずれかである、計算イオンの構造により、さらに細分化される。エルバイトは、トルマリンの一種で、宝石質のトルマリンの大多数はこれに分類される。トルマリンは、エルバイト以外にも数種あり、その素性はまた異なる。フッ素が水産機に置換された王、タイプトパーズもある。ハロゲン化鉱物ホタルイシシーフニビオーマイトノフニなど、美しいものもあるが、 一般にどれも高度が低く希少性にも欠ける。それ以上に、食塩、NACL に代表されるように、水溶性の石が多く、コレクターズアイテムが、飾り石程度にしか扱われない、炭酸塩鉱物、崩壊石、ココ酸、白塩鉱プブコ酸など、ハロゲン化鉱物に同じ、ただし水に溶けてしまうようなことは、あまりない、リン酸塩鉱物トルコシクワル648、 4H2O、バリサイトアルポ 4.2H2O、結晶構造による分類鉱物結晶由来の石は、一つの大きな結晶からなる単結晶と、複数の小さな結晶粒が無数に集合して、成立する多結晶の二つに対別される。多結晶に分類される石は、その全てが不透明、半透明であり、結晶と結晶の間に隙間を有するため、染料などで染めやすいといった特徴がある。 このような多結晶の意志を集合体と呼び構成する結晶粒の大きさによりそれぞれ検証室、微小室、線晶室と呼んで区別する雇用体ペリドット24ガーネット主に以下の6種の計算円鉱物の雇用体ただし比重の関係から下の3種と上3種が混じり合うことは滅多にないアルマンディン FE2 プラス 3AL23 パイロープ MG3AL23、スペシャルティン MN3AL23、アンドラダイト CA3FE3 プラス23、クロッシュラー CA3AL23、ウバルバイト CA3CR23 ラピスラズリ。詳細については、ラピスラズリ成分を参照など、ガーネットやペリドットは雇用体であるが、構成する物質はどれも計算塩鉱物なので、 計算塩鉱物とも言える。希少質オパール、黒曜石、モルダバイト、テクタイトなど、主成分はどれも二酸化系素塩に、生物由来黒玉、アンモライト、琥珀など、生物由来サンゴ、真珠、ラデン、青貝、シェル、増毛、別光など、増毛、別光以外の主成分はどれも、炭酸カルシウムココ酸。 造毛の主成分は、ヒドロキシアパタイト CA53 で、別光は、タンパク質。その他、キュービックジルコニア、隕石など、天然宝石カットや研磨を除き、人の手が加わっていない宝石。古くから、王公貴族が所有し、王冠などに取り付けられている石。博物館などに収蔵されているものが多く、特に大きな石については、ホープダイヤモンドといった固有名が付けられる。 宝石の中では確実に資産価値があり、現在でもごく稀に大きなものが算出されるが、種によっては非常に珍しいので高値で取引されることがある。であるが、そのためには合成宝石や処理宝石でないことを証明する、専門家の鑑定書などを要する。なおどの石にどの程度の資産価値がつくかは、石の種類、大きさ、美しさ、来歴などにより異なる。 新鉱山発見などで資産価値が劇的に下がる場合もあるし、逆に偽物と判明してもジュエリーに付けられた石は、ジュエリーそのものの骨董的、美術的価値が認められればそれほど下がらない場合も、あり得る。処理宝石天然宝石に外観の改良、改変処理が加えられた石、天然宝石に含められることが多い。宝石店で宝石として、指輪やネックレスのトップに加工され、 天然を謳っているものは大抵この類で、身を飾る目的には合致するが資産価値は乏しい。主な処理には、加熱、電磁波、放射線照射、着色目的を含めたガラスやオイルのが安心。貴金属類の上着がある。経年変化や長期にわたる紫外線曝露。ひどい場合は超音波洗浄機による洗浄で処理前の姿に戻ってしまうことがある。 合成宝石天然宝石と同一の成分から科学的に作り出された宝石。天然宝石と化学成分、物理特性、内部構造が同じである。合成手法により原価が大きく異なるので価格も変わり、ベルヌーイ法で合成されたものは、素性や結晶構造は全く同じにもかかわらず、単なる飾り石とされ、普通宝石扱いされない。 熱水法やフラックス法はコストも時間もかかるので製造原価がかさむが、それでも天然宝石や処理宝石に比較して価格は安い。さらに天然宝石にはしばしば見られる内包物やひび、傷がなく見た目は天然宝石より美しいにもかかわらず一般に評価は低く、日本では偽物扱いの息を出ず資産価値もないとされるダイヤモンドの場合は 採算性の問題から、異界ダイヤモンドといった非常に特殊な需要を除き、宝石質の石が合成されることは、ほとんどない。人造宝石、天然宝石とは異なる物質を使用して作り出された、天然宝石様の宝石。もともとは、工業用材料の開発において、偶然生み出されたものを、宝石向けに転用したもの。キュービックジルコニア、ヤグ、3G など。 本来ジルコニアはバデライトという鉱物であるがタンク施設にするために添加物を加えて立方症とするなどによりダイヤモンドに作為的に近づけたものである模造宝石ガラスプラスチック陶器骨植物などを使用して天然宝石を模したものラインストーンやタチウオの皮を張った模造真珠プラスチックパールなどありがとうございます